作りたけの栽培風景しいたけ原木栽培の霊きのこ栽培とは、きのこの資金を人工培地や伐採した原木に植え付け、あるいは天然の生育環境で成長条件を整え、天然に発生するよりも多くの古実体を収穫するための栽培方法である。なお、本校では、菌視体の成長だけでなく古実体の成長までが行えたものを栽培としている。 栽培方法には、栽培する、キノコの生育条件により、主に原木栽培、菌床栽培、堆肥栽培、林地栽培の4種の方法がある。さらに、栽培環境により、屋内、野外に分けられる。人間にとって有用なキノコで栽培が行われる、菌類は、不正菌、寄生性菌によるもので、養分の摂取源で分類すれば、落葉分解菌、木材不休菌。 燻製菌等である。生きた植物の根を必要とする、根製菌類のキノコでは強制種となる植物の根に、種付けし、実験室レベルでの人工栽培成功の報告例はある。本しめじでは、研究の結果、菌床栽培も可能になった。寄生成菌の頭中化草類のキノコは、あらかじめ飼育したヨトウガなどのサナギに、別に、 純粋培養しておいた菌種を摂取することで行われる。16世紀の西ヨーロッパ諸国にメロン栽培が導入された際に、旧皮の発酵熱を利用した温床でのメロン栽培が行われ、肺温床となった旧皮に腹竹類が発生し、食用に採集するようになった。この肺温床に、キノコの栄養源として、糞や敷きわらをかぶせ、 小実体の発生を促進したことが起源となり、17世紀のフランスでの作りたけの人工栽培に成功へと発展してゆく。1707年には、フランスの植物学者トゥアナ法が著書に栽培方法を記していて、基本的な方法は現在と変わりない。19世紀初頭頃には、作りたけ栽培がフランスから周辺のドイツ、 イギリリスなどにににもも伝伝わわり1865年にはアメリカ合衆国にも伝わった日本では、江戸時代の穂だ木による椎茸栽培が人工栽培の最初とされているが、当時の方法は椎茸の宿主となる樹木を伐採し、これにナタなどで傷をつけた後、林内に並べて適宜に水分を補給するといった管理にとどまり、資菌を人工的に摂取するという着想には、 至らなかったため、陶器的要素が非常に大きかった。北斗、雪国舞茸に代表されるキノコメーカーにより、大量に量産されるまでに至り、スーパーの店頭に数多く陳列され、食卓を賑わすことになっている。市場価格単価の調整で、需要と供給のバランスが図られている。生産者向けに販売されている、出菌椎茸は佐賀県、 栃木県をはじめ全国で行われ、ナメコ、シメジ、エノキタケなどは、長野県、新潟県などで、個人経営の農家による小規模なものから、株式会社による大規模な生産も行われている。規模の差はあっても、生産技術的には同質である。現代日本のキノコ栽培は、トリコデルマやアオカビなどの有害菌の影響を排除し、 収穫量と品質の安定と少人数での生産を可能にするため、培地を高温滅菌し無菌室のような栽培室で育成するだけでなく、農産物でありながらすべての工程で機械化が進み工場と化している。前述の高温滅菌や温湿度を生育条件に合わせ適切に管理するためのエネルギーコストとおがく図の価格上昇や廃媒地の処理コストの負担は大きく。 売価の下落に伴い、小規模な生産者や零細農家の廃業が増加している。主金は、主金を生産する専門業者から、キノコの生産者に向け供給される。売地に混ぜることで、キノコの収穫量を高める、増収剤は、増収剤を生産する専門業者から、キノコの生産者に向け供給される。JA が供給する増収剤の中には、 成分分析結果を公表しない増収剤があり、JA 新州諏訪では JA が供給する増収剤に対して食品の安全性を明確にできないことが問題視される例もある。従来は堆肥原料としておから、家畜粉、リンゴジュースカスなどと共に利用されることが多かったが、堆肥以外への利用検討も進んでいる。JA 中野市ではエノキタケの配売地を マッシュルーム栽培に再利用や、2007年には巨峰の促成栽培に使用する重油の代替燃料としての木質燃料化も行われ、実証試験で良好な結果を得ている。原木栽培椎茸の霊原木栽培は、天然の木材を培地として、キノコを育成する方法で、最も野生に近い。キノコの種類により使用する樹種も異なるが、ほとんどの場合。 ふぬぎこならかきくりなどの落葉紅葉樹が利用される。近年では、金種の選別と一定の全処理を施すことで、杉から松、赤松などの新葉樹も椎茸栽培に利用されている。日本での発祥は古く江の木茸では、江戸時代初期から、椎茸では、江戸時代中頃の1664年頃から、静岡県、大分県で穂だに切れ込みを入れてんの胞子が、 付着するのを待つ方法で行われた。現在では、主菌が増殖した小巻を穂だ木に打ち込んだり、主菌の増殖したペースト状のものを木に付着させる方法で行われ、山林やハイトンネルで自然のサイクルに合わせ育成される。したがって、収穫は、おのののキノコ固有の時期になるとともに、害虫や有害菌などの外部環境の影響を受けやすく、収量と品質は、 安定しにくい。種付けから発生までには数ヶ月から1年以上の時間を必要とするが、キノコの発生は3年から10年程度にわたって継続する。多くは天然条件とさほど変わらない環境下で栽培されるため、食味でも天然に引けを取らない。菌床栽培ナメコの霊菌床栽培は、おがくずと米ぬかなどの栄養源を混ぜた人工の培地で栽培する方法で、 1886年、和歌山県生まれの森本彦三郎が17年間の渡米生活でマッシュルーム栽培の最新知識と技術を身につけ、マッシュルーム栽培事業を軌道に乗せた後、研究を重ね、お学図人工栽培法を考案、江の北家の瓶栽培法は1931年に長野県の松代町で、八代中学の校長、長谷川五作の指導で始められ、 1950年頃には、地域の重要な作業にまで育ち全国に広まった。現在では、空調管理された室内で椎茸、平茸、舞茸、エリンギガメコなどもこの方法で生産される。原木栽培と同じく新葉樹のおがくを利用した栽培技術の開発も進んでいる。主菌の摂取から収穫までの期間は5から20週程度で、一度収穫した後の菌床は、 再使用できず廃棄される。室内栽培であるため、害虫や有害菌などの外部環境の影響を受けにくい環境を作り出すことが容易で、安定した収量と品質で、周年収穫が可能になる反面、菌の種類ごとに最適な生育条件を、収穫した製品の味、歯触り、外観などは、キノコの種類によっては、天然物や、 原木栽培ものにやや劣るとも言われるが、平竹への木竹舞竹をこの方式で栽培した場合には価格が抑えられるとともに人工栽培特有の形状と味覚とが得られ、天然のものにはない優位点として評価される。マッシュルームの冷帯被栽培は、家畜の排泄物や、藁、堆肥などを培地として、主にマッシュルーム姫松茸竹袋竹で行われる。1903年、 森本彦三郎により最新技術がもたらされ、マッシュルーム栽培は加工品を輸出可能なまでの産業に成長する。最近では従来は金床栽培方式で生産されてきたキノコを堆肥栽培方式によって生産する試みも進められている。金を強制種となる植物の根に植える人為的に発生場所の条件を 改善維持するという形での栽培は、人工栽培が行えないトリュフや、松茸などを対象に試みられることがある。松茸での実際の処置としては、臓器の干ばつや、落ち葉がき、落ち枝拾いなどによって、臨床を品栄養状態にするとともに適切に、乾水することで、落葉分解菌や木材普及菌の少ない環境を作り出し、目的とする菌の成長を阻害しない環境を、 作り出そうというものである。しかし、松竹生育地の多くは、山間部であるため、急旬な斜面に作業を阻まれることも多い。日本では、小実体を直接に薬剤処理することは認められていないが、育成室におけるのきの小売え工や、外勤の増殖防止を目的として、培地や原木上に薬剤を散布することは認められており、散布基準以下の使用量であれば、 残留農薬は基準以下となる。中国産では基準を超えた残留農薬が検出され問題となることがある。一部の種では電気刺激で小実体の成長が促進されることが報告されている。椎茸、ナメコ、栗茸、畑しめじの4種類の穂炊きに人工的に交流の高電圧パルスを因果した幸い実験では2倍程度の収量が得られたことが 報告されている。いずれの方法を用いても優れた新品種を作出することは容易ではなく、一般に多くの試行錯誤が必要になる。栽培に従事する労務者が長期間にわたりキノコの放射や栽培に使用した廃培地に生じるカビを吸入すると過敏性肺炎を生じることがある。この疾患はキノコ栽培者肺とも呼ばれる。ありがとうございます。